トレンデルブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル郡に属す、小都市である。トレンデルブルクは、南のホーフガイスマート、北のバーとカールスハーフェンとの間に位置している。ベーザー側のルーディーメル側がこの町を流れ、ラインハルトの森のすぐ西にあたる。トレンデルブルクは、北は、ベーベルンゲントバーとカールスハーフェン、東は、市町村に属さないグーツベチルクラインハルツバルト。 南は、ホーフガイスマート、リーベナウ、西は、ベルゲントライヒと境を接する。トレンデルブルクは、以下の宿からなる。2010年10月現在の人口は5269人で、あったが、その内訳は、トレンデルブルク中核宿線79人、ダイゼル線28人、フリードリヒスフェルト175人、ゴッツビューレン793人、ランゲンタール715人、 ジ l e n 539人、シュタンメン388人であった。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1655年頃のトレンデルブルク・トレンデルブルク城は13世紀にディーメル川沿いの境界地域に建設された。ここにはパーダーボルン市教区、マインツ市教区、発展に向かうヘッセン砲白陵を結ぶ重要な通称路の交差点沿いの都市地があった。 城の建設者はシェーネベルクハクコンラート三世であった。その法廷は城の前の母大樹の下であった。首形彫りで隔てられた城の前の尾根に小さな入植地があった。この集落は二つの門を持ち、一重の紙壁で囲まれていた。谷にあったより古い村は次第に衰退し、トレンデルブルクの堅牢化に有利になるよう見放されていった。ある文献には、 コンラート博がマインツ大司教の援助を求めたことが記録されている。その直後、シェーネベルク城はパーダーボルン司教の軍隊によって奪取された。1306年にトレンデルブルクはパーダーボルン司教とヘッセンホーハクの所領となった。この時から15世紀まで両者共同で選任された官僚がトレンデルブルクを居城として大官を務めた。この城と町は 1443年と1456年に火災により破壊されたが、その後に再建されている。ヘッセンホーハ白ルートビヒ2世は、ヘッセンパーダーボルンフェーで、1464年から1471年の際、1464年に、城内の敵対的な半数を手中に収め、トレンデルブルクに都市圏を授けた。その後の和平協定により、 トレンデルブルクは、ヘッセン領内に泊まることとなった。三十年戦争では、ティリー博の軍勢がトレンデルブルクとその周辺に陣を張った。戦闘により百十二件の家屋のうち五十一件が破壊された。また、ペストが住民の五十パーセントの命を奪った。1676年に、カール・ホーハクが城を拡張し、狩りの城に改造した。 シュトックハウゼン家の城が30年戦争で破壊されたため、騎士領、ツアープグンストが1703年に創設された。この頃、トレンデルブルク2席を有するカールハクウンガが,が建設された。7年戦争では、フランス軍とブラウンシュバイク軍との間で、激しい戦闘が行われた。この城は向かい合う丘陵から火を放たれ、フランス軍の防衛部隊はこれを放棄しなければならなかった。 19世紀に行政庁や刑務所が廃止された後、この城にはプロイセンのエイリーンが入居した。1848年にトレンデルブルクに駅を持つカールス鉄道が開通した。このローカル線は1986年まで営業していた。1901年にシュトックハウゼン家が城を買い取り、館に改築した。1949年からは、 ホテル兼レストランを営業し、これは現在も存続している。1970年12月31日、それまで独立した市町村であったダイゼル、ゴッツビューレン、エーバーシッツ、ジーレン、ランゲンタール、シュタンメン、フリードリヒスフェルトがトレンデルブルクに合併し、現在は市区を形成している。本市の行政中心は中核区であるトレンデルブルクに置かれている。 トレンデルブルクの市議会は31議席からなる。トレンデルブルク市は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。トレンデルブルク城ヘッセンパーク野外博物館に移築されたトレンデルブルクの10分の1税倉庫。トレンデルブルクにはラプンツェルの像があり、ドイツメルヘン街道の一部となっている。連邦道 B83 号線ヘクスター、カッセル線がトレンデルブルクを通っている。 トレンデルブルクは北ヘッセン交通連盟のサービス地区に位置している。クアヘッセン地方交通のバス路線第180、系統は、おおむね廃線となったカールス鉄道に沿って走っており、トレンデルブルクをホーフガイスマー及びバーとカールスハーフェンと結んでいる。前者では、鉄道ハムカッセル線に、後者では、鉄道オットベルゲンゲッティンゲン線に接続する。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。